坂本が経験してない言葉次のうちどれ。中岡さん答えてください。はい。文字になってないから、うん、B は、はい、多分毎日焼き芋を食ったら黄色くなったって、うん、そうだね。これは経験してる、もう放送でも言ってるからね。A は、うん、IH クッキングコンロの上に、はい、ガスコンロが置いてあって置いて、はい、ガスコンロを使ってますっていう。これ究極の無駄だよね。なんで IH を使わないの。 IH の使い方が分かんないの。IH 用の鍋とか持ってないのか。いや持ってんの、うん、でも IH の、はい、コンロの、うん、つけ方が分かんないくな、なったの。はい、D は、うん、これどういうこと。いや D は多分札幌駅で、うん、ドラッグストアでおじさんとにぶつかられたからずっと追っかけてったんだな。改札口まで殺用したんだこれ。あの札幌駅の地下歩行空間のツルハみたいなところから、はいはい、うんうん、改札口通るところまでずっとストーカーして、うんうん、怖っ。 C は C は分かんない。 C は C3 人で飯ってないんじゃないか。おおマジか、言ってない。ご飯行きましたよね3人で。え、行ってないの。3人でご飯行きましたよ。絶対行ったよ。どこ行った3人。わかんない。じゃないんじゃん。行ってないんか、うん、今度行きましょう。うん。坂本に対して他のメンバーから密かにやられていることがある。次のうちどれか。はい。坂本さん答えてください。はい。A はなんだ、事務所、うん、坂本の家。迂回してる。そんなひどいメンバーじゃないだろう。A A か。おい、坂本さんの家の前を通るとエンカウントする必要、うん、可能性があります。はい。え、マジかよ。お前もか、3人で飯食いに行った時。お前もか。お前は通れよ。いや、ぐるっと通って、うん、もしね、顔合った時におおみたいな感じになると貴重な坂本さんの時間を奪うことになるから。いやいやいや、おいいじゃん。その貴重な時間を奪うぐらいだったら、おおの5秒でいいじゃん。おおはおおでいいじゃん。その貴重な時間をね、お忙しい時知って。中岡のストレス源として間違っている、うん、間違っている、うん、A はラーメン、ラーメンか、ラーメンのスープをあれじゃない、我慢するやつか、まさか、うん、飲むなと、ってか会員か、まさかスープ、うんうん、ラーメンのスープを会員するな、うん、ストレス源臭いな。これはもう大ストレスだね。ママストレスだよね、うん、B はなんだこりゃ。あ、支給用のお茶と米がないってことで、うん、この感じは知らんがな。いつも食うから。支給用じゃない、非常用だからね、うん、だから毎日が非常食だから。いや知らんが。でこれがないのはストレスだわ。お前が間違ってるぞこれは。ストレス源じゃなくて。C は、うん、なんだろうね、マンションの騒音、あ、マンション問題のこと言ってんのかな。あー、兄弟かな、じゃあその黒いシルエット2人。あ、ストレス源ですね。ね。ストレスな、ストレス。奥さんも横に出しておいてほしかったな。ついでに。じゃあ ACB、D は、うん、あー、これはみられてるな。なる、中岡を置いて、うん、大久保と K だけでご飯食いに行って、うん、これもストレスだろ。ストレスだって。これ B だって。間違ってるのは、だってこれ、お門違いやろ。いやーい。B はもう大ストレスだと思うな、これはな。じゃあもうないよ、間違ってるの。これ、孤独だぜ。え、これ D じゃないか。え、なんで？職場のランチはみんなで声かけした上で決めます。うん。そりゃ同じ事務所で働く仲間ですから。もちろん一人ぼっちにはさせないですよね。うん、どういうこと？なんか俺作業してて、ちょっと俺行けないわとかっていうことよくあるのさ。ストレスじゃならないってことか。俺は全然行かなくても。そう。
ここは全然行けるときは行くし、うん、俺忙しくて行けないときは行かないって言うから、いや大丈夫これ書いてること、坂本のことを考えて書いてる。つうか、待て。ないご飯ないのストレス源なの。だってね、弁当丸々買ってくるなり外食しなきゃいけなくなるからね。ご飯買って、もうないの今ね、残り2個ぐらいかな。大量に送ってるよね僕、うん、96パックとか送ってるじゃん1回に。米はまだ1パックあるか。じゃ飲み物もさ、うん、お茶さ24本1パック、うん、1段ボールを4つが送るじゃん、うん、1回に。そうそうそう、即なくすの。今もないねお茶はね。もうないよ。2ヶ月に1回で送ってんのに、やばいぞそれ。まあ大久保さんもケイさんも結構飲むからね。食いすぎなのか。非常食だから。はい、あの常食じゃないから、うん、非常食だから書いとかんとな。そうね、翔くんにあげたヘビはどれか。あ、これ4度 C だろ確か。削ったやつだろ。今一番安っぽい C で確定だわ。書いたろ、 A はティファニーって。あー、ティファニーはね、高いね。 C、これ、D はグッチだな。そうだ、グッチだね。グッチだよ、うん、B、なんだろう、フェンディー、どの道違うな。そんなおしゃれなやつは選ばないよ。4万円はもう4の C しかない、うん、しかも返してもらったから。婚約指輪を、うん、受け取ってもらえるような女性出会えるといいですね、うん、4の C はおそらく買わないかなと。まあ、思いますがね。でそうね、カルティエとかそっちになるんじゃないか。ちょうど銀のやつ買ったわ。大久保が幕末に入った理由はどれ。ほう、それは当てたいな。 A 坂本の大ファンであり、うん、彼が船長の船に乗りたいと思ったから。いきなりベラあったの。 B 密かに喋りに自信があり、うん、坂本を食ってのし上がれると思った。それはないよな、うん、Cゲーム会社で培った経験を生かせば幕末志士オンラインをはるかに面白く作れると自負していたから。ほうほう、あ、違う。え、どっちかなの。そう、ね、D 坂本からの無理難題で発狂寸前の経緯に泣きつかれて仕方なく入った。これ坂本のせいでした。すすきのの某しゃぶしゃぶ食べ放題店って、うん、坂本さん本当に要求が勝手だし、そろそろ限界なんだよね、うん、友達のよしみで助けると思ってさ頼む、この通り、うん、実はなんだこれ。入ったのか。はあ。いや C って言っとけや。こいつあったんじゃないんか。事実は C だ。自負があってきたんじゃないんか。